太平洋戦争時の大統領であったルーズベルト大統領、彼はどのようにして大統領になったのか、それまでどのようなことをしてきた人物なのか、今回はそれについて話していこうと思います。フランクリン、D、ルーズベルト、このミドルネームである D とはデラノという意味である、日本の歴史教科書では必ずと言っていいほどに、このデラノの名は語られません。その理由はこのルーズベルトの生い立ちと、デラノ一族を知るとなぜなのかを理解できます。フランクリン、D、ルーズベルトは、1882年1月30日にニューヨーク州北部のハイドバーグで生まれました。父の名はジェームズ、ルーズベルト。彼はデラウェア、アント、ハドソン鉄道の副社長であり、その土地の地主であった。母の名はサラ、アン、デラノであり、彼女の父親はウォーレン、デラノ2世という人物でした。このウォーレン、デラノ2世は、アヘン戦争に敗北したシンにアヘンを密売していた、ラッセル商会の一員でした。このラッセル商会には、後に大富豪となるユダヤの一族や、アメリカ大統領となる一族がおり、その中でもデラの一族はアヘン漬けにしたシンの民衆を奴隷として色々な場所で働かせました。というのも、1862年9月にエイブルハム、リンカーンが奴隷解放宣言を行ったため、それまでインディアンを奴隷として扱っていた白人国家は、労働力不足に陥ったため新しい奴隷を求めていたのです。これにより働かされた真の民衆や、その他のイギリス、アメリカの植民地の労働者をクーリーと呼びました。真では、アヘン戦争後に南京条約やコモンサイ追加条約、アメリカと結んだ防火条約など、不平等条約により、欧米列強が人を誘拐することが簡単になったのです。ここで一つどうしても言いたいことがあるのですが、よくよくの動画で南京事件について扱うときに、シナ人は民衆に対して、いろいろな犯罪行為をする。北斗の拳の百花の世界だ、みたいなことを言う解説者がいます。この説明でははっきり言って不十分です。その原因を作っているのはこのアヘン戦争であり、クーリー貿易を行った業者でもあるのです。彼らは列強と結んだ不平等条約に規定された領事裁判権によって、真の民衆を誘拐まがいに連れてくることが容易になり、そうした行為を代行する真黒人を保護することも簡単になり、真黒人が貧乏農家の男の子を誘拐する手助けをしたり、それを真黒政府が取り締まろうとするのを妨害するまで行いました。真黒人の人間関係というのは、このような形でズタズタにされています。そこまで語ってほしいと思うものです。こうして見るとクーリー貿易を行ってきた、デラの一族と、その奴隷によって作り上げられた、鉄道で商売を行うジェームズ、ルーズベルトが、夫婦になったのもなんとなく理解できますね。この奴隷にアヘンを与え、労働させることで得た資金によって、その金で大統領の椅子を購入するのが、この時代であったのです。サラ、デラノはフランクリンに家庭教師による英才教育を施しました。そしてフランクリンは14歳の時に名門である、グロトン校に入学、1904年にはハーバード大学を卒業しています。そして1905年にアナ、エレノア、ルーズベルトと結婚、1908年にはコロンビア大学ロースクールを卒業し、ウォール、ストリート法律事務所に就職する。そして1910年にニューヨーク州議会議員の民主党候補として立候補し、当選して、1911年にフリーメイソンに入会する。現在フランクリン、D、ルーズベルトについて、様々な陰謀論が情報として錯綜しているのは、このフリーメイソンの入会が深く関係している。ただ、一つ勘違いしないでほしいのは、フリーメイソンとは友愛団体であり、世界を支配するとかそういうことを望んでいる組織ではないとも言われています。このフリーメイソンとは様々な有名人、富豪などが入会しており、入会することにより人脈が形成されやすいというイメージです。社会で頭角を現したいと考える人間であれば、フリーメイソンに入るのは当然と思います。そんなフランクリン、D、ルーズベルトですが、
彼は仕事が嫌いで遊び暮らしていて、株取引で大きな負債を抱えていました。そんな時、日本でも有名な1912年に起きたタイタニック号の沈没により、ジョン、ジェイコブ、アスター4世が死去して、その遺産を、ルーズベルトのいとこであるウィンセント、アスターが受け継ぎ、そのアスターからルーズベルトは資金援助を受けて一時的に破産から救われたという話もあります。そして、このだらしないフランクリンに金を貸して、借金を帳消しにしたのがロスチャイルド家と言われており、ロスチャイルドの代理人として派遣された銀行家ジョージ、フォスター、ピーボディはルーズベルトに借金を帳消しにする代わりに魂を売るよう説得しました。こうしてロスチャイルドの言いなりになることに同意して、やがて借金まみれから脱し、知事になり、彼は大統領になっていきます。彼の政治経験の始まりとして、1910年ダッチェス郡での衆議院選挙で当選したことに始まります。当時のアメリカの民主党というのは、たまに、ホールと呼ばれる派閥ができており、これはアメリカで当時主導権を握っていた、ワスプ、に対抗する組織でたまに、ホールはアイルランド系移民を中心に構成された組織でした。アメリカではイングランド系の移民が多数を占めており、アイルランドはイングランドに支配された土地であったこと。また、アイルランドはカトリック教徒、イングランド系移民はプロテスタントであったため、不当な差別を受けていたために、このような組織ができたわけです。このタマニーホールは民主党の支持母体となっており、その反対グループのリーダーであったのが、このルーズベルトになります。つまりは人種差別主義者であったのです。そして、1911年3月31日に上院議員選挙でタマニー派のウィリアム、F、C 班に選挙で勝つことで、上院議員となりました。1913年ウッドロー、ウィルソン大統領によって、海軍次官に任命される。そして、1914年第一次世界大戦が起こる。彼は海軍の拡張に尽力して、それにより、中米及びカリブ海諸国への、干渉のために海軍を派遣するなど活躍する。そんな彼はワシントン会議での日本の軍縮に対する姿勢を、日本の加藤友三郎首相は、海軍力削減を文字通り実施している、と述べ、軍縮の実現を画期的、と評価している。しかし、1920年7月に海軍が不祥事を起こし、その責任を取る形で海軍次官を辞職しました。そして、1920年に民主党より副大統領に選出されましたが、共和党のウォレン・ハーディングに大敗しました。これによりルーズベルトは政界より一時的に引退しました。1920年代にフランクリンは体制を立て直すことに努め、それと同時に彼はニューヨーク州知事のアルフレッド・E・スミスを支援しており、見事にアル・スミスはニューヨーク州知事となる。そのアルフレッド・E・スミスが1928年アメリカ合衆国の大統領候補として選出され、彼より州知事に出馬するように依頼を受ける。その後、アル・スミスは大統領選に敗北したが、フランクリンは州知事となった。そして、世界恐慌が起こる。アル・スミスに大統領選で勝利して、アメリカ合衆国大統領となったハーバート・クラーク・フーアーは、恐慌の脱出のために、フーアーモラトリアム、という政策を行う。これは世界恐慌によって財政危機に陥ったドイツを、救済するために行われた処置で、この措置の間に経済が回復すると見込んだフーアーの予測は外れ、さらに経済は深刻な状況に陥った。これにより、国民の信頼を得られず、1932年にニューディール政策を掲げて挑んだ、フランクリンが大統領選挙に臨むと、彼は大統領に当選した。これがフランクリン、D、ルーズベルトの、大統領になるまでの一連の流れとなります。こう見ると、第二次世界大戦時に、彼が大統領となり日本と対立したのは、必然とも思えてきますね。今回の動画では、少し陰謀論的なことも混ぜてみました。
彼のことを調べていくうちに、第二次世界大戦にアヘンが関わっていたことも初めて知りました。機会があれば、このアヘン戦争が、どのようにして第二次世界大戦につながるのかを、もう少し探ってみたいと思います。今回の動画はここまでとなります。気軽に高評価、低評価、コメントなど、お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。